伝統の韓服デザインの学生制服、論争勃発。韓国の教育部がテスト着用のため全国で中高校20校を選定中。一例校は支援あり、10校は支援なし。早ければ秋から着用の計画。韓服の余裕が生きているモデルさんが来てこれだけど現実は厳しい10代目線で見てほしい。NCT 提案、所属事務所 SM の提案愛の証拠が韓国で話題。不動のセンターであり、パート分配も最も多い。ストレイキッズ、話題の日プロジェクトファイナルステージに登場して6、3リリースの新曲トップジャパニーズ VER パフォーマンスを披露へ。BTS、防弾少年団、CM 写真が韓国で話題。RM とジンの場合。サムサング製のギャラクシーバドイヤホン。音質への満足感を表現した写真。BTS、防弾少年団の所属事務所ビッグヒット、日本でオーディション実施の計画。2001年以降に生まれた日本居住の女性が対象。ジャンルや経歴と関係なく、ボーカルやダンスの未経験者も対象。長期的に日本アーティスト育成の意思。性的暴行容疑で起訴され原審と控訴審で懲役刑と執行猶予を言い渡された俳優カンジファン。二審の判決を不服として17日にスウォン高等裁判所に上告状を提出。パクソジュン、カンハヌル共演映画青年警察の謝罪。朝鮮族とは、朝鮮系の中国人。昔から朝鮮半島と中国の国境地域に多く住んでいた。1990年代に入り所得が増えた韓国人はサンディの仕事を嫌がるようになった。その時、中国との交流で同胞として韓国で長期滞在が可能になった朝鮮族が韓国でサンディ業種に就職。朝鮮族が地価の安いソウル南西部に居住することになって、その地域は犯罪率が高くなったとのことで映画では否定的な描写。注意60人が朝鮮族を代表して集団訴訟により、制作会社側が公式謝罪。注意サンディとは日本の産経と同じ意味。きつい、汚い、危険の産経と同じく、ディフィカルト、ダーティー、デンジャラスを意味する。